はい、こんにちは。コルセアガール、めぐみでございます。パジャマで失礼いたします。これ、コルセアコスチュームを着ている余裕がないと。なんといっても、お中元が届いてしまったので、早く開けなきゃいけないと。コルセアって入ってるんですよ。これ何が入ってるかってわかんないんですけど、賞味期限が書いてある。で、こっちはね、ドラ焼きって書いてあるんですよ。こっちはね、謎なんですよね。こっちは謎なんですよ。とりあえず、賞味期限があるので、気があるのがしんどいとかっていう場合じゃなくて、開けなきゃいけないということで、コルセアさんからね、お中元をいただきました。ドラ焼き？ドラ焼きって、コルセアのドラ焼き？割と何言ってるかわかんないですけど。あーすごい。これ、わざわざ作ったの？すごい。すごいね、これ。コルセアって書いてあるもん。これすごいね。あ、そう。日本橋。なんて読むのこれ。日に、月に堂、日月堂？読めないけど。あ、そう。そうですか。伝統のなんか技なのかな。これコシアンかな。コシアンだったらいいな。そしてこっちはドラ焼きって書いてあったんですけど、こっち謎なんです。ただ、賞味期限が、あれ？書いてあったよね。あ、賞味期限があるので、これも食べ物だと思います。食べ物、PC パーツとかではないってことですね。これね、なんかグラフィック関係のものとか、キーボードとか、なんか CPU とか、そういう感じではないってことですね。なんだろう？あげます。あげますよ。うわ、なにこれ？同じメーカーだ。日本橋、小船町っていうの、小船町？ごめんね。日月堂。はぁー。焼き、特製焼き菓子アソートだそうです。お菓子の粉が落ちる場合がございますので、パソコン作業中はご注意くださいって、これわざわざ作ったのかな？これわざわざこの注意書き作ったんかな？特注？パソコン、こうやって、カタ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 ってやりながら、ボリボリ倒ると、ね、あ、ブシャーってなるから、でもそうなったら、ね、キートップ外して掃除すればいいみたいな。黄金芋。はぁ、これで結び派って読むらしいですよ。結び派。で、うわ、なにこれ？ああ、伝統のお菓子みたいな。金座通り、まんじゅう。開運だそうです。うわあ、水戸黄門でよく見るやつ。そうですか。変わんもんだ、こういうの自分じゃ。なんかこれだけちょっと可愛い。アズアンズ、羊羹。開けてみましょう。ん？あんず羊羹。美味しい召し上がり方。刻んだ干しあんずをたっぷりと練り込んだ自家製羊羹だって。カットしてお召し上がりください。うわお！ガチなやつ。ガチなやつ。これ別にPC ケースストレージとかにガシャンって入るやつじゃないからね。あ、そう。ありがとうございます、コルセアさん。お中元とか、なんか、数億年ぶりにもらったわ。お中元とか数億年ぶりにもらった。まあなんかこっちは、アソートって感じだけど、これ特注感あるね。これ、まんじゅうじゃない、ドラ焼き。ドラの焼きだからね。ドラ焼きってそういうことでしょ。ドラの形してるから、焼いたドラバーンみたいなことでしょ。違うのかな？適当なこと言って、違った。確かそんなね、なんかね、どら焼きのね、すごい お店、どこだっけな。横浜になんかあるんですよ。そこで、そんな知識を得た気がするけど、自信がない。これ美味しそう。私、羊羹好きなので、ちょっと食べていい？これ、ほら。やっぱゲーマーは、
ね、これ、食べやすい大きさにカットしてくださいって書いてあるけど、やっぱゲーマーはそういう感じでしょ？そういう感じでしょ？うわ！美味しそう。昔からね、うちのチャンネル見てる方、ご存知かと思いますけど、栗の季節になると、私こういう栗菓子、買ってるので、これさ、こうやんなきゃいけないんだろうけど、そうすると、後でしまうのが、友達とかお母さんにもあげたいから、絞り出し、本当に、本当にゲーミング羊羹じゃないんだからっていう。高級菓子でしょ？出てきました。これが、あー！見て、入ってる！つぶつぶ！では、こう、こういう感じでゲーマーですからね。やっぱりライフポイント回復するときとか、こういう感じでしょ？あ、もう、かじりつく前から、うん、あんず臭が、すごい。うん。うん。これ美味しい。こんなんであんず羊羹。おもむろにね、おもむろにコーナー園のコーナー。冷蔵庫入れといたからよかった。ちょっと、あとで綺麗にしまって、ごちそう、友達とかお母さんとかにごちそうしよう。ミルクあん。これもいってみる？これもいってみようかな。栗まん。栗まんいこ。栗まんいこ。栗まんいこ。これでしょ。変わんな、自分じゃ変わんな。自分では変わないな。駄菓子とか買っちゃうからさ、こういう、いわゆる駄のつかない菓子って変わないな。うわ、これ。お上品になんか、こう、抹茶、お抹茶立てます？残念ながら引っ越しの際、私、茶器捨てちゃいました。もう茶を立てることもないだろう、みたいな。うわぁ、すっごい。うん！栗！栗っていうのが好きなんですよ、私。栗。うん！栗だね！栗感が強い方が好きなので、これいいね、栗だね。季節じゃないけど、栗。美味しい。これ絶対自分では買わないやつだから、あと食べよう。羊羹は、これ、ちょっと一人では、こんなに一人で食べたら、大変になっちゃうから、お母さんと友達と食べよう。どら焼きも3つあるからね。私、お母さん、友達。ってことで、コルサさん、ありがとうございます。いつもね、支えてくださって、本当に感謝しております。まさか宇宙源が、お中元が来るとは思わなかったです。なんか面白いね。PC パーツのメーカーがこう、お菓子をお中元で送ってくるみたいな。面白い。しかも和菓子洋菓子ではないみたいな。なんかアメリカのね、流行りのとか、そういうんじゃなく、日本の伝統菓子。すごいね。気が利いてる。これを行きっていうのがね。ということで、ありがとうございます。まあ、これね、売ってないので皆さんね、別に秋葉原とか行って買えるものではないので、残念ながら、あれなんですけれども、まあ、ちょっと動画にしとこうかなと、記念にね。何が出てくるかわかんなかったんで、見ていただいてありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。